皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、違和感を感じる目が本当のプロの仕事、人が見ていないところでどれだけ誠実に動けるかが鍵、というお話をしてみたいと思います。例えばですね、教室にしても、何かのサービスを行うにしてもですね、人からお金をいただいて、対価をいただいてサービスを提供するっていうお仕事は、何かしらその道のプロである方が当然多いわけですよね。で、それはもちろん教室の先生っていう領域だったとしても全く一緒になります。サービスを提供する、対価、お金をいただくっていう、この、間柄には当然プロの仕事として提供するべき内容がそこには入ってきています。で、このプロの仕事っていうのは、何なのかっていうと、違和感ですね。一言で言うと違和感っていうのが本来はこうあるべき、プロとしての仕事の仕上がりとしてですね、違和感がある、これはこうじゃない、もっとこうできるはず、ないしはこうであるべきだ、みたいな、その状態を見抜くことができて、その状態をクオリティとして保てるかっていう部分においてですね、一流の人は人を見ていようが見ていないが、それができるわけですよね。そうでない方はパフォーマンスとして人が見てればできるけれども、見ていなくてはできないという、このあたりがですね、一つ、その例えば先生ないしは教室の魅力として大きく関わってくるのかなっていうふうに思ったので、それをちょっと今日は題材にお話をしてみたいというふうに思います。まず違和感っていうものなんですけれども、おそらくですね、一番分かりやすいのが、多分音楽とかやってる方とかは耳がものすごくいいですよね。そうすると例えば半音とか狂ったら確実に分かると思うんですけれども、もっともっと微妙な半音よりも何分の1ぐらいの揺れとかズレとか、音程に関してですね、ズレたりとか、あとはリズムとかも、正しいこうリズムがあると、このほんのちょっとパラッとかってずれるとめちゃくちゃ気持ち悪いとかっていう、それがきっちり分かる人って、プロの耳を持ってる人からすると、それがプロの仕事としてどうなのかっていう観点から言うと、ずれとかっていうのはやはり気持ちが悪いことになりますよね。で、それは結局気づいてどう修正していくかということで、一定のクオリティを保つわけですよね。大工さんとか、私建築やっていたので触れ合いというかお話をすることもありますけど、大工さんがこう実際にその測って、その正しい状態で切っていくとかいう、作業とかって、その引いたライン通りに当然切るわけですよね。で、それが狂うとその角が合わなかったりとかするのを、今はね、ものすごいそういう精密な機械とかできっちり切っていくんでしょうけど、昔は手仕事でやってた時とかにも、しっかりそれが合うように切ることができるっていう、いわゆる神業っていうんでしょうか、そういうものもあったりする、特殊技能とかっていう領域にはなるんですけれども、それがきっちりできるかできないかっていうところが、まずプロの仕事なのか仕事でないのかっていう話が出てきたりとかしますね。で、ここをですね、神は細部に宿るというふうに言いますけれども、そこにこだわれるかこだわれないかっていうのは、あらゆる仕事のシーンにおいてですね、きちきちにこだわりすぎるのは良くないっていう人もいるのかもしれないんですけれども、やはり対お客様に対して提供するべきサービスの質っていうのは、クオリティ、ある一定のクオリティを保たなくてはいけないということを考えると、その違和感を感じる目っていうのは非常に大事で、それがこう劣れないように、落ちないように、あと自分のマインドとかメンタルでそれが変わってしまわないように一定に保つっていうのが、プロとしてやる仕事なのかなっていうふうに思っているんですね。で、これは今分かりやすいから音楽であったりとか、大工さんっていうことにもお話をしたんですが、例えば教室の運営においても、例えばお料理とかですよね、その微妙な調味料ないしはその配合の違いによって味が変わるっていう
ところがもしもあるのであれば、そのある程度一定のクオリティを保ちたいっていうと、やっぱ舌の感覚とか研ぎ澄まされてなくてはいけないし、私もパン教室をやっていた時とかは自分でレシピを組み立てているわけなんですけれども、頭の中で先に、味を想像して、その味をどの配合でなら再現できるのかっていうのを、想像しながらレシピを書くわけですよね。ベーカーズパーセントっていう、何パーセント水、塩、砂糖とか、そういうのをこう入れていって、これぐらいの硬さになるかな、味はきっとこんな味っていうのを想像して、その通りになってるかなってないかの答え合わせが試食した時に分かるっていう感じだったんですけど、でそれを、塩がちょっとしょっぱいとか言うとコンマいくつで直すんですよね。お塩のレベルになると、1.3%なのか1.4%なのかとかいうコンマで直していって、このコンマ2とかが狂ってくると結構しょっぱいなってパンを感じたりとかですね、そういう世界があったりとかもするので、味を想像しながら先にパーセンテージ決める、あとは味を想像しながら水分量を決めるとかですね、そういうことをやっていたわけなんですよね。なので、私の場合にはもともと凝り性なので、パンに限らずですね、写真とかだったりしてもですね、特に自分で写真を焼いていた人だったので、例えば、フィルムで、現像をやった後ですね、因果紙に焼き付けるっていう、パカッとライトを照らして何秒 焼いて、でそれを何秒、現像停止定着停止停止定着停止停止定着あれ順番どうだったっけ、3個の液につけていくんですけれども、その現像して、チャプチャプしてね、因果紙にこう絵が出てきてみたいな、でそれをまた現像していったもので、どんどん色が濃くなってきてついてきて、ここで止めるっていうところに、また止める液、停止液っていうところにつけて、それをあと乾かすっていう、そういう作業で紙を因果紙でですね、写真を焼いてたりとかしてたんですけれども、これも手作業になりますので、その感覚とか、あとはその日の気温なしは温度とかも実際は関わってくるんですけれども、それによって秒数1秒とかで濃くなっちゃったりとかしたりとかもしてたんですね。なんでその引き上げのポイントとかっていうのもあったし、おそらく私はお菓子は作れませんけれども、お菓子の世界とかもチョコレートとかも確か温度とかいろいろ結構細かいルールがあったような気がしているんですけれども、そういうのをきっちりこう守りながら作っていくっていうのは、やはりプロの世界になってくるんですよね。ですから実際に作り物のそういうものじゃないものだったとしても、例えばウェブサイトにこの1本の線を入れるか入れないかとかの視覚的な効果はどう変わるのかとか、この1ピクセルの線の太さがいいのか2ピクセルがいいのかとかいう、それでデザインが随分印象が変わるので、それをどういうデザインにしようかとか考えてみたりとか。細部にやっぱりこだわるっていうのは、その人のクオリティを、形作っていく一つの大きな要因なんですね。でこれがどんな状況でも淡々と当たり前にできる方とですね、人が見ていればできるけれども人が見ていないとできないとか、そういう人はやっぱり本当のプロではないと思いますね。人が見ていようが見ていないが、誠実にどれだけ自分とのクオリティ、維持のため、ないしは喜ぶお客様のために、常に同じ状態を保ち続けられるかっていうのは、職人ないしはプロのプライドっていう領域になってくるので、この段においては妥協は基本ないんですよね。だからまずは一つ目は違和感を感じることができるかっていうのは、それだけ真摯に仕事に向き合っているか、常にそういうものを感じながら動ける人かどうかっていうのは非常に大きなポイントになりますよね。要は普段からそういうものを気をつけて見ているっていうことになります。これはなんか、私はよく
気持ちがいいとか心地がいいっていう言葉で表すので、逆の言葉は気持ちが悪いっていう言葉でよく言うんですけど、関連的なものなんですけどね。例えば、写真の組み立て、構図とかを組み立てて、物とかを配置する、スタイリングと呼ばれる領域なんですけれども、スタイリングそのもので気持ちいい、気持ちよくない、ちょっとこの空間が気持ち悪いなとか そういうので組んでいったりとかして直していくとか、あとやっぱりファインダー覗いてみた時にまた世界が変わるので、その時にあと1センチこの小物をずらそうとか、これをもうあと少しずらしていこうかなみたいな、そういうものをやっていこうとするイメージにおいて、その数センチ動かすだけなんですけれども、気持ちがいいか気持ちが良くないかっていう、その判断基準が多分自分の世界観であったりとか、こうであったらいいよねっていうセオリーみたいなものの関連的なものなんですね。これを常に保ち続け、自分のギリギリのところに置きながら表現していけるかどうかっていうのは、私の写真の場合にはそういう部分もあるんですけれども、ウェブデザインもそうなんですね。で、気持ちがいいか気持ち悪いか、これはあとは文章とかもそうですね。文章もこの言い回しだとリズムが良くて収まりがいい、気持ちがいいなっていう表現と、あとリズム感が悪くて言葉が途中途中つっかえてしまうとか、そういうものはやはり気持ちが悪いっていうものになっていくので、そのあたりがですね、ちょっと状態と内容が違ってくるものを気づけるかどうかっていうことですね。で、この違和感を気づいた時に、あと面倒くさがらずに修正できるかっていうところが、おそらくその人のクオリティを作っていく形になるので、プロの仕事っていうのはやっぱりそのあたりが妥協がない、妥協がないなっていうのを非常に強く感じます。だから結局それがその人の人間性であったりとかクオリティを作っていくことになるので、結果それによって人が引きつけられたりとかですね、その人をいいと思うっていう、信頼構築につながっていくわけですよね。で、それは一朝一夕にできるものではなくて、その人が積み上げた世界観に共感する人っていうのが、出てくるから、そういう状態を作っていくことができるんですね。だから自分で自分を理解していない、ないしはそのどのクオリティを保つかっていうプライドを持って仕事をしているか見ているかっていうのの違いは、おそらくなんですけども、本人以上にその見ているお客様、ないしは教室だと生徒さんですね、がおそらく感じるはずなんですよね。例えば先生っぽくないとかね、先生らしくないとか、先生らしいとかいう言葉をね、生徒さんが逆によく使ったりとかすると、その先生の性格とか性質とか、デザインセンスであったり仕事のやり方とかがその方たちに浸透していたりすると、らしいとからしくないとかね、いい意味で裏切られる、先生らしくないけどすごいみたいな、そういう話も当然あったりするんですが。ある程度皆さんが期待する絵っていうのがあるとすると、それはその方が作ってきたクオリティということになったりします。なのでこれはですね、いっかっていうのをどれだけなくせるかっていうことなんですよね。違和感を感じる目を持つことが大事っていうことと、それに気づいてしまったら修正したりすることができるかっていう、そのギリギリのラインを突き詰めていけるかどうかっていうのが、多分積み重ねとして1年後、3年後、5年後とかにはものすごい大きな差になっていくんだろうなっていうのを感じたりとかしています。ですので、その誠実に自分の、仕事に向き合ったりとか、そのクオリティを保とうとすることがイコールその人らしさ、イコールブランドっていうことになっていくと私は思っていて、いわゆる企業のブランド、シャネルとかいう、いわゆるラグジュアリーブランドとかは、その方向性においてそれを統一して作っていったりとかするので。広告費とかも当然かけてそのブランドを見せてたりしてるわけですけど、個人にブランドってあんのかっていう話で言うとですね、個人のブランドは自分が、思うその違和感をどれだけなくして、
自分のいつも一定に思うクオリティを保ち続けるかというその姿そのものがブランドなんじゃないのかなっていうふうに思っていて、それがイコール、生徒さんからの信頼につながると感じていたりします。ですので、まず違和感を感じる目を持つことっていうことと、あとはどれだけそれをさらに人が見ていないところで誠実に動けるかっていう、この2点が、これからのおそらく教室運営ないしは先生が、他者、要は生徒さん、未来の生徒さんないしはクライアントさんから見ていかれる部分での一つの大きなポイントになるんじゃないかなっていうふうにふと、今日思ったので そんな話をしてみようと思いました。で、自分の中のプロ意識っていうのはどこの領域でそれが発揮されるんだろうなっていうのを考えてみるのもいいんじゃないかというふうに思っています。ご参考にしてください。それでは。